ということは、ね、結局ここがこれの反応速度定数を今 KH、 これの反応速度定数を KOH というふうに書いておきますと、反応式は全体として、定 pH の時は H が触媒として働きます。中性の時はそのままで反応します。高 pH では OH が、触媒として働きますよという時に、全体としての反応速度っていうのは、dT、d の R1COOR2 イコール、まずこれですね、マイナス K、R1COOR2、まあ一応、まあ、まあここ0にしておきましょうかね。K0 っていうのは、元の、まあ、こういうもんだと思ってください。水は偽一次反応とみなして、定数とみなして偽一次反応扱いをします。でこれとは別に、この反応も起こってますよということで、マイナスですね KH を、H プラス、R1COOR2ですね。で、さらに KOH、OH マイナス R プライム COR ドット1 R COR2、 この反応が起こってます。これ、今まで見てきた併発反応ですね。で、併発反応の時はどういう扱いするかというと、K オブスイコール、K1 プラス K2 プラスというふうに足し算していくんでした。で、そこで、この式を書き換えてやりますと、となりますねと。で、ここで、くくり出してやりますと、K0 たす KH、H プラス、たす、KOH、OH マイナスの、R1COOR2 と、というふうに表すことができますので、結局さっきの書き方をすると、K オブスイコール、K0 たす KH、H プラスたす KOH、OH マイナスとなりますよと。これいいですね。この3つの、この3つの、併発反応であると。併発反応。じゃあ、反応速度定数を、縦軸を、対数の K オブスを取って、横軸に pH を取ってやりましょうということをします。そうすると、縦軸に対数のログ、K オブス。ログ K オブ数を取ってやりますと、ログの中にこれが入りますけど、ログは掛け算を足し算にしますけど、ログの中の足し算というのはお手上げになっちゃいます。そこでこれは中性の時に起こりますよと。でこれは主に、酸性のところで起こりますよと。でここは、塩基性のところで起こりますよと、アルカリ性で起こりますということになりますと、もちろんですから酸性のところではこれが、中性のところではこれが濃度がせいぜい、H プラスは、酸性中性のところではだいたい、10のマイナス、7乗ですか。で中性の時こっちも OH マイナスイコール10のマイナス7乗ですから、7ですから6の、0.1 マイクロモルパーリットルぐらいしかないので、さすがに、ここの濃度はそんなに小さくないところで反応を見てますよということでしたら、これは無視できるということになります。このために、これイコール点々と置いて K0 カッコPH がだいたい7の時ですね。7の時はこの2つは無視できます。で、じゃあ、
嫌気性のところだったら pH が十分塩基性であったらどうなるかっていうと、そうするとこいつよりもこの濃度が高くなりますから、ね、ログ KOH 足すログ KOH マイナスですねとなりますよと。 pH が、十分中性より高いときで、これ、こいつですけども、H プラスと OH マイナスを濃度を掛け合わせてやるとだいたい10のマイナス、14乗になりますっていうのが、中性を決める基準になってました。でこれを、イコール、イコール KW としてましたので、OH マイナスっていうのは、KW を H プラスで割ったやつと等しくなってきますので、こいつっていうのはログ KOH、プラスログ KW 引くログ H プラスと、こういうふうに表すことができます。そうすると、マイナスログ X、マイナスログ X は、マイナスログ X は PX というふうに書きましょうということですので、こいつはイコールログ KOH プラス、プラスやってマイナスだからマイナス PKW、でこっちはマイナスログ K だからそのまま PH となりますよと。これいいですね。で、で、ちょっと複雑の方からさっき話をしちゃいましたけど、酸性側の方はどうなるかっていうと、ログ、こいつの対数を取ったらいいですから、プラスログ、H プラスになりますので、これっていうのは、ログ、KH、マイナス PH ですね。で、何が起こるかっていうと、これ PH マイ、PH が、よりも十分小さい。じゃあここで、傾き、この pH に対する傾き、このログ K オブスの pH に対する傾きを見ると、ここでは、傾き1になってます。でこっちは、傾きがプラス1になってます。で、まあ、KH の大きさにもよりますけども、こちらは酸性側では中性 pH が7のところでは、だいたいこの、ログ K0 ですね、ログ K0 のところ、ギーチ次反応とみなせる高さの、反応速度定数を持ってますが、pH が下がってくると、pH が下がってくると、マイナス1だからどんどん pH が小さくなればなるほど、こちらの項が大きくなっていきますから、こういうふうに、傾きマイナス1。つまりマイナス45度、斜め45度で上がっていきますよっていう活性を持ってますと。でここの交点のところが、ログ KH ですねということになります。で、一方、塩基性状態アルカリ性だったら高 pH だったらどうなるかっていうと、今度は傾きが、プラス1ですから、このように、傾きプラス1括弧プラス45度斜め45度で上がっていく活性を持ちますよ。でこれが、14のところで、PKW のところで交点が、ログ、KOH の値になりますということが読み取れるわけです。ですね。で、まあ、こういうふうに酸性領域では、酸性領域では、併発反応ですから、こいつ、この反応とある pH で、酸性条件で pH で、反応が起こっているときに、こいつは非常に遅いと。で、
こいつは非常に速くて、これ比較的遅くなっちゃってますから、縦軸対数ですから、もう1違ったら10倍違ってきますので、もうここだけの反応が、見かけ上、エアーズ反応ですから、ほとんどこっちが、進行しているように見えると。で、アルカリ性、高pH 外になってくると、今度その反応は、H プラスの濃度がものすごく低くなるために、ほとんど進行しませんよと。これに対して OH が触媒する反応が大きくなりますので、見かけ上の反応速度定数は、この部分だけを見ればいいと。いうことになります。これわざとこう重ならないように話して書いてますけど、別にこの線そのものですね。隙間があるわけじゃないです。この分を足したとかっていう話ではないです。ここのところだけ、ここのところだけ、2倍ですから、ここの差っていうのは、ログ2ですから 0.301、縦軸のメモリの3分の1だけ上がるぐらいに、こう滑らかな線を引いてくださいねというような結果になります。式の誘導大丈夫ですか。結局まとめますとこれですね。ですね、ログ K オブスは、pH が低いときは、PK、ログK プラスマイナス pH で、中性領域ではログ K0 で、酸性アルカリ性塩基性高 pH 領域ではログ KOH マイナス PKW プラス pH という、見かけの反応速度定数になります。一旦これで終わります。